始まんけん第35話頭の中にダイナマイト頭の中にダイナマイト怖いよ。うん、大事なとこなので2回吠えました。やっぱニコニコのコメントは秀逸ですな。素晴らしいですな。うん、めっちゃ吹っ飛ばしたやん。すごっ。旅を一撃で吹っ飛ばした。マジで世界観もわからんわ。すごいパンチ強いですね、チャージマンケン。マジで何このゴジラみたいなやつは。別のやつおった。一匹だと思うやん。別のやついたんやが。こっから頭の中にダイナマイトの展開につながるんですか。タイトルが大怪獣襲来とかだったらまあわかるけども、頭の中にダイナマイトですからね。今んとこ全然つながってないんだが。ん、何この気持ち悪いやつ。くそ、キャラクターだけでも予習しとけばよかった。なんかめっちゃキモいのいるんだが。この真ん中のやつがチャージマンケンですよね。お前誰やねん。あまりにも気持ち悪い。あれかな、あのデュエマで言うところのレクターみたいなポジションですかね。なんでデュエマで例えたんだろう。僕はアイスクリームとピーナッツとキャンディーと、そして何でしょうかな。あっ、どうもすいませんでした。お菓子好きかい。お菓子好きかい、やめろお前。そんなこと聞くなよ。好きだとしても言わないよ。おかずこと好きなんて。なんてこと聞くじじいや。怖いわ。お菓子好きかい。うん、大好きさ。おやめたい。ハハハハハ。マジでこいつ何。うわ、めっちゃ調べて。こいつだけでも調べたい。調べちゃダメ。一旦何も調べずに見ますわ、やっぱ。いや、もう大好きでゲス。大好きでゲス。キャラ強すぎじゃない。もうちょいヒロアカみたいに一人一個の個性で我慢してほしいよ。この見た目で語尾ゲス、やばいだろマジでこいつ。勘弁してくれ。うん、大好きさ。俺らも大好きでゲス。そうかね。あなたがボルガ博士ですね。ん、君たちは来てください。あ、行こうよ剣豪、もう映画が始まっちゃうよ。バリカン先に行ってて。バリカン、こいつバリカンって名前なんて。バリカンではないだろこいつ、この見た目で。うん、話せ、何をする。うん、うん、ええって、ムスカ。ちょっと似てるけども。色違いムスカ。スマブラの 2P カラーみたいなムスカ。似てるけども。ドイツのボルガ博士が、今夕、工業局の局長をはじめ、科学の権威である吉高博士など、日本を代表する学者、十数名を招いて、宇宙局大ホールでレセプションを開くことになりました。うん。嘘だ。ボルガ博士は、あの時。レセプションはもう。なんぞいやこいつら。今度はなんぞ。気持ち悪いのこいつら。まさかボルガ博士が改造されてるとも知らずに。ボルガ博士改造されとるやん。剣豪が助けいかんから改造されとるやん。遅いてお前。皆さん。ん？そこにいるボルガ博士は偽物です。うん。まさかんな、まさかんな。ケン君、何を言うの。吉田博士、僕は見ました。本物のボルガ博士がどこかに連れ去られるのを。うん、きっとケン君、鏡に映っている。奴らは鏡に映らないはずだ。奴らは鏡に映らないんだね。わかりやすいですね。宇宙人お化けみたいな。ダンダダン。奴らは鏡に映らないはずだ。するとそんなバカな。あんまり皆さんを驚かすものじゃないな、坊や。ケン君、今日は帰りなさい。うん。
死ねばいいのにってコメントあるんだけど、怖っ。何？階段の落ち？死ねばいいのに。ん？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 耳からすごいの出てたけどさ、耳毛みたいなのすごい出てたけどさ、耳毛出すと分かるの、頭の中に爆弾あるの。なんだこの超展開。そうか、頭の中に爆弾が急にどうしたんマジで。なんでコスモ感じてんのこいつ。すごい世界観ですね。チャージーゴーチャージゴー、チャージしてゴー。簡単な英語、子供でも分かりやすいね。これで変身するんですかね。プリキュアメタモルフォーゼ的な、ムーンイノセントファイヤーメイクアップみたいな変身する系ね。オッケーオッケー。チャージゴー。こんな見た目だったんだ、変身後。背景何？色違いの炭治郎みたいな背景。頑張れば旭日旗にも見えんことはないね。見えないね、ごめんね。連れ去っとるやん。早っ。変身した瞬間もう持ってったんだ。連れ去る描写なく、もう飛んでるよ一緒に。何をする？ボルグ博士、あなたは殺されたんです。ん？頭の中に爆弾を仕掛けられて、今のあなたは人間ロボットなんだ。人間ロボット。え、あ、殺されたんだもん。悲しい。めちゃめちゃ悲しいことあっさり言うよ。殺されたんだって、ボルガー博士。人間ロボットなんだって。今のあなたは人間ロボットなんだ。どうして SE つけないの？なんで効果音をつけないんでしょうね。なんかビームとかの音ね。シュールやね。すごいよ。久々に全部なくなって。ちょっと入れてきますね。入れてきました。久々におかわりしたわ、水。ボルグ博士、お許しください。ん？うわぁ！嘘やろ！ボルグ博士！落とした。ボルグ博士落とした。マジ？お前本当に主人公か？落としちゃったの？ん？最低だよ。マジっすか？こんなことある？なんか特殊能力みたいなの使ってさ、頭の中の爆弾を取り除くよみたいな。そういうのじゃないの普通。お許しください言うて。落として爆発させたやん。みんなバカな。変身する奴がそんなことしちゃダメだよ。助けなきゃ。ボルグ博士、お許しください。そんな権利ないやろ。お前らにそんな権利ないやろ。ごめんね、ボルガー博士。ありがとう、ボルガー博士みたいな。夕日眺める権利、お前らにないぞ。かわいそうなボルガー博士。かわいそうなボルガ博士。マジでなんだこいつ、ほんと鬼畜、下道、胸クソだって。お前見てたやん、なんか連れてかれるとこ。あん時追いかけて助けとけばよかったんちゃうの。なんでお前一回家に帰っちゃったの。マジで何こいつ。でもこうして海上工業都市が立派に出来上がりました。きっと空の向こうから見ていてくださってるよ。ええ、コメントでもボロクソ言われとる。ひでえ、お前が躊躇なく投げ捨てただけだろ。お前が殺したんだろ、お前のせい。人殺し。ボロクソ言われとる。その通りですけどね。もう死んでるからって、人間ロボットになったからって、頭に爆弾があるからって、殺していい理由にはなりませんよ。それを助けるのがあんたの義務じゃないのかよ、チャージマンケン。悲しくなりました。土地狂ってるな、このアニメ。やばいぜ。チャージマンケン第4話、謎の美少年。ひしょいな、お前だから出てくんなって、バリカン。出てくんなよ。なんか第4話だからかわかんないですけど、ちょっとういしさが残ってるような作画ですね。頑張れ頑張れキン、頑張れ頑張れキン。走る
星くん、しっかり星くん、頑張って勘弁してくれ、マジで勘弁してくれや、お前さ、飲んなよ、調子、何してんの、マジで、気持ち悪い、頑張って星くん、頑張ってね、けー、頑張れSE のないアメフトですね、クソシュールなんよ。カオスやな、 SE ないとカオスだね。最近狂った1ページっていう1920何年に作られた映画ちょっとだけ見たんですけどね、それみたいですね、サイレント映画と一緒やん。だけどこの試合だと。だけどこの試合だと。なんてこと言ってんだ。この試合だと。あ、星くんしっかり。星くん、思ってた声と違うわ。星くんの声。なんかショッカーとマスオさん合体したみたいな。多分この星くんが謎の美少年なんでしょうね。謎の美少年の声。なことあります？しっかり。声おもろすぎやろ。しっかり。あ、すげえジャンプ力だ。ベイベイベイ、マジ星くんガチ、星くんマジか、美少年はエイとかベイとか言いませんからね。何このエセ美少年、お前なんだっけ、グロン貴族じゃなくてナユタン星人じゃなくてなんだっけ、タマユラ星人じゃなくてジュラル星人だろ、お前、お前ジュラル星人やろ。素敵だわ。よいしょマジでこいつなんなん、ラリリすぎとるだろ、目18対0、あいつ一人で全得点か。うん、チェッ、くそー、泉くん、頼みたいことがあるんだ、ちょっと。うん、どこまで行くんだい。一度でいいから君の変装するところ。どうして君も憧れているんだ、チャージマンケニー。さあ早くチャージングゴーを見せてくれ。でもいくら友達でもそれだけは。お願いだから、ねえねえ、いいだろう。でもみんなが真似すると僕困るから。僕絶対喋らないよ、だからねえ、見せてくれるかい。うん、一回きりだからね。いやなんなんだマジで、 A だったり B だったり、いやーってなめんなよ本当に。一回きりだからね。いやー、バカにしないでくれこれは漫才かなんかですか。あ、いいやつだ。星くん、チャージング号は見せ物でもないし、そんなむやみに使うことは許されないんだ。そんな一度くらいいいじゃないか。じゃ僕悪いけど先に帰るよ。チャージマン剣、待て。お、おお、やっぱジュラル星人だったやんけ。星くんジュラル星人やったわ。すごい狭間がキモすぎる。いや、やっぱジュラルでしたやん。あ、驚いたか、ケン。このまま帰れると思っているのか。しくしょう、おかしいと思っていたらやっぱりよし、お望みとあらば見せてやろう。うん、なんかいつも聞いてるチャージ4とは違いましたね。4話だからまだ定まってなかった。いくぞ、ハハハハ。
コメントの言う通りやわ。確かになんか目おかしかったわ今。なんやこの目。この躍動感すごいさ、今回の作画なんかすごいね。いつもよりキレがある作画だわ。ちょっと4話の気合が違いますわ。何なんだ一体ベイとエイ。ないところだった。トシ君はね、また転校してしまったんだ。また大丈夫だよね、僕がいるもんね、キャロン。バリカンなんか嫌い、大嫌い、大嫌い。バリカンが星くんの代わりになるわけないんだから。今日ケンくん優しいですね。星くんはジュアル星人だったんだよ、だから僕が殺したんだよって言わずに転校しちゃったんだよっていうところが兄貴らしさが出てていいと思いました。ひよっ、気色悪い世界だ。ひどいオチだ。気色悪い世界やでマジで。北島健第23話恐怖精神病院コメント付き。恐怖精神病院ですよ。大丈夫ですかね。ちょっともうタイトルから心配なんですけど。恐怖精神病院、なんか良くない気がするんだよなタイトル。やっぱこのコンプラが厳しい時代を体感してるとタイトルからアウトな気がしちゃうんですよね。いや良くないですね、コンプラが厳しすぎる時代がゆえに色々敏感になってしまっている。コメントでもボロクソ言われとるやん。これ12年前くらいの動画ですよ。12年前からこのタイトルはやばいみたいなめちゃめちゃ言われとるやん。あ、よかった。俺の感覚おかしくなかったんだ。もう12年前からこれは良くないタイトルだったらしいです。よかったよかった。俺正常だったわ。恐怖精神病院は普通に良くないわ。マジでやめとけってお前。精神病院収監されてるやつらよくないよ。これマジによくないとしか言いようがないですよね。難しいコメントするの。そもそも笑ってしまうこと自体もよくないんじゃないかって思っちゃうんですけど、大丈夫ですか。これ笑ってはいけない企画なんで。笑っちゃいけないんだ。これ笑ってはいけない企画っていう名前のめちゃめちゃ笑う動画なので、これもしかしたらちょっと一部の方すごく不快に思われるかもしれないですけど、これ俺悪くない。これチャージマン剣が悪いんよ。恐怖精神病院なんていうおもろいタイトル、おもろいじゃない、すごい不謹慎なタイトル、そんなん気になるやん、見たくなるやん。俺は悪くない、俺は悪くない、俺は悪くない。おい、精神疾患者舐めんなよマジで。こんなやつおるかいや。これちょっとあまりにもひどいんじゃないですか。よくこの精神状態でここまで筋肉つけられたね。健全なる魂は健全なる精神と健全なる肉体に宿るって言いますけど、精神健全じゃないのに肉体だけ健全なのに珍しいタイプ。これマジで俺大丈夫かな。ちょっとマジ一つ一つの発言に注意してやっていきます。いやでもすでに墓穴掘ってる可能性ありますけど。泉健はいるか。お前精神病だったんか。知らんわそんなん、聞いてないよ。変身系の主人公が精神病ってそんなことある。マジで発言するのが怖い。泉健はいるか。出るんだ、面会だ。お兄ちゃん、キャロンよ、わかる。ケン、私がわかるか。わかるよ。お前出てくんなって。マジでお前出てくんなよ、気持ち悪いな。お前が一番病気だよ、心も体も全てが病気だよお前が。今のはセーフですよね、この発言セーフでしたよね。だってこいつ人間じゃないですもん、こいつ化け物ですもん。化け物には何言っても大丈夫ですよね。あら来た、来たよ
聞いた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 よ聞いたよやばいってこいつ。ケン君なんか知らんけど精神に異常きたしてるのにめっちゃ喜んどるやん。お前一番やばいやつやろ。どこのロボット静かにしろ。旅行きばー。こら静かにしろと言ってんのがわからんのか。もう2、3個キチガイすぎるってコメントありますけど、マジでこれが全てですよね。全部イカれてるよ。全てがキチガイだよ。いら待って待って待って、ほらこちら。ケン何かわかったか。ん、はい少しだけ。なんだって、イカれたふりしてたのか。あまりにも自然体すぎて分かんなかったぜ。どうやらこの病院に潜入してたらしいですね。あるみたいですパパ。じゃあ警視総監の依頼でこんなところへお前を潜り込ませたのは無駄じゃなかった。こんなとこやめろってマジで。確かにこれパパ失礼だったね。てかこいつパパだったんだね。よくないねマジで。精神病院こんなとことか行っちゃ絶対ダメね。思ってても行っちゃあかんからマジで。これも行っちゃあかんかったかも。今夜地下を探ってみるつもりです。うますぎやろ顔。めちゃめちゃうまいなケン君。いやうまいとか言うのもよくないのか。このミサイル1個でヨーロッパの半分がなくなる。強すぎる。ミサイル1個でヨーロッパの半分がなくなる。やば、めちゃめちゃ強いやん。ヨーロッパですよ。ヨーロッパよ。ヨーロッパ、ヨーロッパ半分なくなるのやばすぎないか。あとなんかすっごい確信をついてるコメントがあったんですよ。こういった偏見がうつでも心療内科に行けない要因なんだろうなってコメントがあったんですけど、マジで確信ついてる気がするんですよね。昨今心の病気の人なんてたくさんいるんですから。けどやっぱりなんか認めたくなくて、なんかちょっと怖くて病院行けない人いっぱいいると思うんですよね。やっぱそういうイメージをこういうアニメで作ってるんだと思うんですよ。いや良くないっすね。でそれを見て笑ってる我々も良くない気がするんですよね。でもやるよ俺は。ヨーロッパの半分がなくなる。人類の滅亡は数秒で決まるわけだぞ。世界を灰にして新しい帝国を築くのがわしの長年の夢だった。そういうことに協力を惜しまないのが我々ジュラル星人だ。ジュラル星人出たよこの服のやつら。院長、第1弾目のミサイルが完成しました。うん、よし直ちにミサイル発射。あかんて、直ちにミサイル発射しあかんて。容赦なさすぎやろお前。ヨーロッパの半分がなくなるんぞ。なんかもうちょい苦悩葛藤とかあってもいいんちゃうか。ヨーロッパに住んでる半分の人が死ぬんですよ。精神病院でなんでこんなもん作ってんだよ。発射準備完了。なんで急に変身すんだよ。この間いりましたか。俺いらないと思うんですけどね。チャージゴー。チャージゴーゴーケン。こんな歌あったんだ。チャージヘイヘイゴーゴーケン。なさすぎやろ。ゴーゴーケン。みちょ、あなたは狂ってるんだ。すぐ爆発させる。院長、あなたは狂ってるんだって。お前が言うな。お前だけには言われたくないよ。うわぁ、わしの夢もこれで終わりか。院長、何も知ることなかったやないの。あんた確かにヨーロッパの半分を消そうとしていた。その反面で精神病院の院長として精神患者を治そうとしてたんじゃないんですか。いやわかんない、治そうとしてたのかは知らんけど、何も頭を打つことはなかったんじゃないの。人死んだんぞ。なんでガッツポーズできる。こいつ一番病気だったわ。やっぱイカれすぎてマジでグロいわ。ケケン、オイラが誰だかわかるかい。わかるよ。ほんと、じゃあ誰。もうダメだって、人をバカにしすぎてますよ。さっきは潜入してたからバレないように精神患者の真似してたわけですよね。演技してたわけですよ。今もう潜でいいや。これただバカにしてるだけよ。絶対やっちゃダメ。いやでもまだ僕はこういうのを見てこれはダメだよって思える、そういう心が残ってたので
よしとしよう。3、2、1、よー！股関節。OK！ ということで、笑ってはいけないチャージマンケンでした。いや、ほんまにひどかったね。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。いいわけがないんだよな、この動画が。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。See you next time.